6月29日、6月29日は日本の空の新時代、新しい、ようやく夕暮れナノバイオ燃料で民間の飛行機を飛ばすことに成功いたしました。そして2050年に CO2 をオフセットする、そういう未来を作っていくための第一歩が今日この6月29日であります。今日から2050年 CO2 ゼロを目指して、この取り組みを一層力強く進めてまいりたいと思っております。